you let the more freedom fire in my soul, fire in my heart till you see me on the other side of stars. I'm going. Oh, the journey starts from where we did first step. No one's going like the heavy morning breath. Brothers, maybe prophet death. The way we'll be somewhere. Nothing easy, get up and go, get it go. Sometimes this journey is about these years. Not a power that's the nation on a world. No matter how far, no matter how far, how you go, how you go, how you go. How long can you live in the time to waste? Gotta set your light, go get it burning. ポイント故障のためダイヤが大幅に乱れ、お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。次は岩戸台。岩戸台です。この電車辰巳ポートアイランド行き、本日の最終電車となっております。お乗り忘れのないようご注意ください。ようこそ。遅かったね。長い間君を待ってたよ。この先へ進むならここに署名をして。一応契約だからね。怖がらなくていいよ。
ここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから。確かに時は誰にでも結末を運んでくるよ。たとえ耳と目を塞いでいてもね。さあ始まるよ。が遅れたようだな。私は霧城満。この寮に住んでいるものだ。誰ですか？彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まったね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？さあ、彼女は竹葉ゆかり。この春から2年生だから君と同じだな。竹葉です。あ、はい。こちらこそよろしく。今日はもう遅い。部屋は2階の一番奥に用意してある。荷物も届いているはずだ。すぐに休むといい。あ、じゃあ案内するんでついてきてください。一番奥だから覚えやすいでしょ。何か聞きたいことある？署名？何のこと？ちょっと聞きたいんだけど、駅からここまで来る間、ずっと平気だったの？どういう意味って？その様子だと本当に平気みたいだね。ならいいんだ。ごめん、気にしないで。じゃあ私は行くね。さ、いろいろとわからないことあると思うけど、それはまた今度ね。おやすみなさい。眠れた？先輩に案内しろって頼まれちゃって、もう出られる？よかった。じゃあ行こっか。通学にはこれ使うの。モノレール珍しいでしょ。特にここ、海の上進むみたいな感じで好きなんだ。学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド、人工島の真ん中にうちの学校があるの。ほら見えてきた。ここが月光館学園の高等部。よろしくね。ここからは一人で大丈夫だよね。
まず先生に挨拶か。職員室はこの先を左に入ってすぐだから、詳しいことはそこでね。以上、ナビでした。何かわからないこととかある？え？ああ、まだクラス分け見てないし。あのさ、昨日の夜、いろいろ見たでしょ。あれ、他の人には言わないでね。じゃあね。よっ、転校生。なんだよ、そんなマジびっくりした顔すんなって。俺は伊織純平、純平でいいぜ。実は俺も中2の時転校でここ来てさ、転校生っていろいろと一人じゃわかんねえじゃん。俺が最初に声かけなきゃってな。いいやつだろ。お、ユカリッチじゃん。また同じクラスになれちゃうとは思わなかったぜ。まったく相変わらずだね。誰から構わず慣れ慣れしくしてさ、ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。うん、ならいいんだけど。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。うん、驚いた。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。なんか扱い違わねえか。てか実際聞きたいことあんだけどさ、お二人さん仲良く一緒に登校したんだって。詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ。何でもそういう話に結びつけすぎだってんの。てかそもそも噂になるのが早すぎ。不安だな、そういうの。ちょっといい？あのこととか言ってないよね。ならいいけど。昨日の夜のこと本当言わないでよ。何？昨日の夜って、ちょ、なんか誤解してない？とにかく彼とは昨日会ったばっかで、ほんと何でもないの。まったくもう。じゃあ私、弓道部の用事あるから行くけど、変な噂広めないでよ。別に噂なんてどってことないじゃん。なあ、ちょい自意識過剰っぽいよな。でもすげえじゃん、転校生。初日から浮いた噂なんてよ。あいつあれで結構人気あんだぜ。一目置いちゃったよ、実際。まあそんなわけだから、これからよろしくな。おかえり。ああ、私は幾月修二、君らの学園の理事長をしているものだ。幾月、言いにくいだろう。おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断すると噛みかねる。まあ、かけて。部屋は
わりが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、何か聞いておきたいことはあるかい？なぜって、君を迎えるためさ。ダメかい？ああ、竹馬くん、そういえば霧城くんは？はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいいのに。他には何かあるかい？この寮の住人は君を含めて4人だ。ここにいる竹馬くんと、それから霧城くん、あと3年生の男子で真田昭彦くんという生徒がいる。一つ仲良くね。他に聞きたいことは？変なの？何のことだ？多分疲れてたんじゃないかな。あまり気にしないことだ。他に質問はある？よろしい。じゃあ良い学園生活を。私はそろそろ失礼するよ。転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。昔漫画にあったろ、グーグーなんぼ。なんちゃって。ごめんね。さて、私も部屋戻ろった。理事長も言ってたけど早く休んで。転校って慣れるまでは気疲れするしさ。おやすみなさい。お疲れ様。どうだい、彼の様子は？先ほど就寝しました。今は眠っています。理事長、やはり彼は？まあ、とりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。来週もまたこの時間にお会いしましょう。この番組は人に永遠の快適時間、霧城エレクトロニクスの提供でお送りしました。0時です。毎晩0時になるたび訪れるこの影時間は、いわば隠された時間だ。普通の人間は棺のような姿に象徴化して、この時間があることすら感じない。じゃあ彼は？見ての通り、彼に象徴化は起きてない。眠ってはいるけど、彼は今ちゃんと影時間を体験してる。あとは適性があるかどうかだ。というか、あるんだろうね。なければ今頃奴らの餌食になってる。餌食ですか。とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。ベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。こちらはエリザベス、同じくここの住人だ。エリザベスでございます。お見知りおきを。ここは
夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき対価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。これをお持ちなさい。またお会いしましょう。おかえり。様子は？少々疲れているようです。着替えもせず眠ってしまった。ですがその他は昨夜と変わりありません。やはり興味深いね。彼はたとえ影時間への適性があっても、初めはもっと不安定になるものだ。記憶が消えたり混乱したりね。今までの誰とも違う実に例外的なケースだよ。でもなんかこれじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼はクラスメートだそうじゃないか。同学年の仲間ができれば君も心強いだろう。我々にはどうしても力が必要なんだよ。それは分かってますけど。こちら作戦室だ。明彦か？どうした？すごいやつを見つけた。これまで見たこともないやつだ。ただあいにく追われてたな。もうすぐそっちに着くから一応知らせておく。それ奴らがここに来るってことですか？理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々は応戦の準備をします。頼んだぞ。明彦！大丈夫だ。それよりすごいのが来るぞ。見たらきっと驚く。面白がってる場合か。真田君、ヤツらなのか？はい、ただ普通のヤツでは。何この揺れ、冗談でしょ。理事長は作戦室。竹馬、君は2階にいる彼を起こして裏から逃がすんだ。え、先輩たちは？ここで何としても食い止める。明彦、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらうぞ。奴らの方が勝手についてきたんだ。まったく、何してる。早く行け、竹馬。わかりました。悪いけど説明してる暇ないの。今すぐこっから出るから。
にかく急いでるの。1階の裏口から外へ出るよ。あ、待って、念のためこれ持ってて。じゃあ一気に行くよ。よし、ここまで来れば。ここを襲ってきた化け物、シャドウ。待て。やはり。